ノリにはありましたね。あ、来てくれてるって。<laughs> 変わりますよね。それは負げられないですよ。グラップラやりたいですね。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。いや楽しかったですね。なんかあのちゃんと MMA の成長を見せられたんじゃないかなって思うんで、すごいなんだろう。今までってこう憎しみで戦ったんですよね。相手を絶対にやってやるぞみたいな。あいつはムカつくみたいな。 う感じで戦ったんですけど、今回は、なんか、愛の力で勝ちましたね。愛の力、はい、やはり会場が、ニジホさんが映った瞬間、すごい歓声が上がったんですが、はい、あの瞬間、ヤーマン選手は、何を考えていたんですかまあでも、そのはあは、あの相手しか見てなかったんですけど、でもやっぱ、脳裏にはありましたねあ、来てくれてるって。はい では、えー、その勝利しました、えー、対戦相手の鈴木宏明選手なんですが試合前のイメージと実際に戦って違,違うなと思ったところありましたら教えていいただけますかいや、ま、全く試合前の,あのイメージ通りでしたねあこうやって展開も,もう予想通りで絶対にその組んでくるんだろうなと思ってたんで本当練習通り打撃もあの振ってくるなと思ったんでそれを内側から通そうっていう。 本当にあの練習通りだったんで、あの試合の中でもおなんか練習でやったなみたいな感じで、あの本当に冷静でしたね今回。では練習通り想定通りで戦って、そして愛の力で。はい。<laughs> そうですね、愛の力で勝ちました。ありがとうございます。それでは今回試合に勝利しました。え今後の目標展望というのはぜひ教えてください。やっぱあの。 ライジンのトップ先生に入り込みたいんで、あのどんどん次はグラップラーとやりたいす、ね、ちなみに、どんなグラップラー、どんなグラップラー、ん、まあでも、き、まあ、今日勝った真嶋選手とか、そこのトップ先生と戦えるように、あのブラッシュアップしていきたいですね。 すぐに KO で終わりましたけどもフルラウンドやるっていうのも想定にはあったんですかいやあのフルラウンドをやろうと思ってましたあの多分あの、KO はそんな,でき,ないできると思ってなかったんであのスタミナ勝負消耗戦でなるのかなと思っててあのフルラウンド戦う気持ちでいましたね最初はもう絶対スタミナじゃ負けないっていう自信があったんで。 ですみません最後にあの二治さんが来る来ないっていうのでやっぱりモチベーションはだいぶ変わったと思いますか。いや変わりますよねそれは負げられないですよ。いやもう明日が楽しみですね。今日は日曜日なんでお店休みなんで。<laughs> あとあの二治さんがこれだけこうクローズアップされるとこう競争率というかあのライバルが増えると思うんですけどそこへの不安はないですか。確かに。<laughs> <laughs> ちょっとあの考えてなかったですね。確かにそうされな。<laughs> ちょっとそちらも対策を練っていただいて。<laughs> はい、そうですね。ちょっと対策を練ってあのお店に行こうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。